それでは、2月11日の、鎌倉天然生活、木材長寿食を紹介したいと思いますね。これは、昨日材木座で拾ってまいりました。今日は、わかめ尽くしであります。一つがこの、わかめと鎌倉しらすの酢の物、それからこのこれは、わかめの茎の部分を人参とこの間のものであります。食べ煮たもの、煮たものですね。はい、ね、それから揚げとね、揚げと、わかめたっぷりの、味噌汁ですね。そしてこれに、まあ、鎌倉材木座のしらすがもう全部たっぷり振りかけてます。そしていつもの玄米、いつもの玄米食ですね。玄米でこれはトルコ皿に、玄米にすりごま、これから梅干しを入れます。このまあ、日本古来からの梅干し、それから玄米、ごま、それから最後に納豆で締めると、骨源氏の納豆でですね、締めれば長寿間違いになると、しかも口酸口小であるということですね。はい、それではいただきます。